さあ盛り上がってきたところで早速パレードの始まりだぜ。え、待って、こんな少人数でやる感じ、5人しか集まってないけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、まあ一応ここ目的お饅頭を持って家に帰ろうってなっとるけど、とりあえずサブクエのおしゃれになりたくてみたいなやつをやりよったと思うよね。で、シャレコ夫人、そよ風ヒルズにおるシャレコ夫人を連れて行かなければいけないんだけども、ダンシングスター、そのシャレコ夫人が一体どこにいるのかという、なんかとりあえずまあその直接こう目に見える形でおるわけではなく、まあ、調べて出てくる感じみたいなんやけど、そよ風ヒルズの茂みとか花壇とかにおるらしいんよね。茂みとか花壇って調べれたんやっけ。この辺は花壇がいっぱいある場所だ。ん？あ、おった、シャレク夫人おったよ。やったね、仲間になってくれ。これはさ、別にサブクエでシャレク夫人が必要ってなっとる件って必ず仲間になるわけではないんかな。出てきたのに友達になってくれんとか嫌なんやけど。え、一人しかおらん。え、待って、アイテムとかさ、なんかある？ちょっと待って、なんちょっとちょっと待って、友達になりやすくするためにアイテム考えやったのにさ、おい、勝手にしばき倒すなよ。お願いします。ちょおい、やっぱサブクエで受け取るけん友達になるわけではないっぽいね。ちょっと待って、でもこれさ、何回調べてもさ出てくるわけじゃないわけやん、妖怪。お願いします。てかシャレク夫人3体ぐらい出てきてくれ、1体じゃちょっときつい。お願いします、友達になってください。ものすごく懐きやすくなるものをあげたはず。ちょっと待って、無理なんですけど。何？誰？ユウ、待ちたまえ。君はなんて運がいいんだ。この僕に目をかけられるなんて、マネージャー、スカウトですか？でも、マネージャーがスカウトするんやっけ。今から伝説のダンサー、ドリアン佐藤のプロモーションムービーを作るんだ。ドリアン佐藤。パパイヤ鈴木的なあれですか？君、エキストラとして参加してみないかい？エキストラかい？そうかい、参加したいのかい？よく言った、さあ行こう。何？そんな返事しました？何も言ってないのに。ですよね。連れて行かれた。おー、よく来てくれた。ユウたち愛してるぜ。あ、あれやんね、ステージにおった人やんね。今日はミーと一緒に最高のパレードにしようぜ、ベイベー。ベイベー。なんか、勝手に話しかけられて勝手に始まるイベントなんやね。ベイベー。さあ盛り上がってきたところで早速パレードの始まりだぜ。え、待って、こんな少人数でやる感じ、5人しか集まってないけど。レッツショータイム、チェックダウン。何それ、なんか急激なリズムゲー来たんやけど。音楽ゲームで遊んでみよう。回してタッチしてクリアを目指そう。ハンドルをくるくる回して飛んでくる球をキャッチしましょう。輪っかが現れたらハンドルの真ん中をタッチアクション。これなんか説明に出とる映像的には百鬼夜行のやつみたいな感じ。失敗するたびにゲージが減っていき、ゲージがなくなると失敗になります。いや、リズムゲー苦手なんやって。曲の最後までリズムに合わせて球の動きをキャッチすればクリアです。わからん。え、待って、どうすればいいんやっけ。こういうやつか。待って、失敗の直前にようやくつかめたルールが。
なんダンスしたいというソウルはわかる。でも体がついてきてないぜ。なるほどなるほど。あのなんか周りにあるやつであの球をキャッチするわけやね。いや分からんって。その胸の熱いソウルはちょっとしまって、まずは落ち着いてプレイするんだ。また今度一緒にダンスしようぜ。やり直しさせてくれよ。チャンスくれよ。ルールがつかめた頃にはもう失敗って終わっとんやけど。失礼。どういうの渡せばいい感じ。いやーでもさ、ショートケーキ、わからない。わからないよ。雪かきピー、いやおしゃれなものの方がいい気がするよね。よし、じゃあショートケーキで。どう？お、これ流行るわ。よかった。じゃあこれで技で、ちょっと待ってよ、今技で仕留めた方が友達になりやすくなるんかなとかいろいろ思いよったのにさ。技使わせてくれよ。やった友達になった。倒してシャレコ夫人が近づいてきた。よかった、ショートケーキやったんやな。いやー、おしゃれで強い人、友達になって。あざす、もちろん。シャレコ夫人と友達になった。シャレコ夫人じゃなくてシャレコ夫人なの。これってさ、手持ちの仲間に入れて連れていかんといかん感じ？それとも別に関係ない？仲間にさえしとけばいいんかな？だからとりあえずまあこれで一旦行きますか。え？あの赤いマーク何？なんか旗のマークない？この辺に。あ、時間指定クエストみたいな？夜になったら現れる人？とかそういう感じっぽいね。この時間帯にさ、あんまりうろつきよったらちょっと、鬼時間に巻き込まれそう。倒れた。そんな、車道のど真ん中で倒れたら危ない。ただいま。あいなちゃん、明日はいよいよ木本村に出発です。明日に備えて、今日はしっかり寝ておきましょうね。メインストーリーが進んでいく。でも明日ちょっと木本村より先にさ、商店街に行かせてくれ。自動で木本村に連れて行かれたりせんよね。さあいよいよ木本村へ向けて出発です。出かける前にご両親にご挨拶しておきましょう。挨拶せんかったらとりあえず大丈夫っぽいかな。挨拶せずに家飛び出していて大丈夫？あ、大丈夫っぽい。じゃあとりあえず商店街ってどこだ？こっちか。いた。無理だよ、こういうとこ私がいたら場違いって言うんだよ。おやおや、まだまだおしゃれする勇気がないようですね。ですが私たちにはおしゃれ妖怪チャレコ夫人がいます。早速呼び出してしおりちゃんをおしゃれにしますか。おお、なるほど、よかった。私の友達出てきて、シャレコ夫人。いや、よくさポケモンとかでも、まあ、ポケモンはなんか交換イベントぐらいしかないけど手持ちに入れとかんとダメやん。そういう感じかなと。妖怪メダルセットオン。シャレコ夫人、おしゃれ。私を呼んだおしゃれな方は誰？あ、いや、シャレコ夫人、お願いがあるの。あら、何かしら、この私におしゃれなお願い？うん、そこのすっごい地味なしおりちゃんをおしゃれにして。悪口。なんかすっごい言い切りましたね。なんか悪気なくって感じやけど。あらま、ほんと地味ね。私がおしゃれに変身させなきゃね。お願いします。急激におしゃれになる感じ。私、わかった。あ、よかった、変身するんかと思った。何？あ、ついにお店に。私、分かった気がする。おしゃれなこと。おしゃれ。え？
おしゃれってそんなの言わないよ。ねえねえ、まいちゃん、早くお店に入っておしゃれしよう。え、うん。で、急にどうしたの？なんでだろう。でも今なら何でも着れると思うの。おしゃれな服を。え、なんで？おしゃれ。それ多分違うよ。口癖が。ねえ、これって大丈夫なやつ？ですね。どうなんです、シャレコ夫人。早速私色に染まってきたじゃない。私色？それって、あ、二人ともお店に入るようです。追いかけましょう。あ、うん。まあおしゃれって言ってもな、シャレコ夫人のおしゃれってちょっとなんか年代違う感じするしね。ちょっと若干レトロな感じするもんね。ほら、これなんかどうかな。え、それ絶対私たち向きじゃないよ。え、そのマネキンのやつ、おしゃれではない気がするけど。関係ないよ。ほら、この大胆なパープル。そういう大胆さがいいの？違うよ、なんか違う。全体的にしとやかにまとめつつも、夏ならではの開放感も表現してるでしょ。そして、麦わら帽子が夏の終わりの切なさも演出してくれる。演出？しおりちゃんどうしたの？ねえ、なんか語ってる。そう、あの彼のひと夏の思い出を彩る、ちょっとおしゃれな文学少女。それが私。誰？あの彼の。何それ？ねえ、ウィスパー、これってね。はい？ダメなやつだよ。私もそう思ってるところでした。何よ、私のファッションセンスにケチつけるつもりなの？なんか若干というか、やっぱレトロな感じやけんね。え、だってほら、おかしいじゃない。え、なんかめっちゃ動いてない？なんか奥のマネキン、長鼻か？っていうか、君って本当におしゃれなの？なんですって？いくら友達だからって、言っていいことと悪いことあるのよ。私許せない。許せないわ。戦闘に突入した。まさかの。これ倒したらどうなるの？友達妖怪じゃなくなるとかある？まあ、とりあえず、なぞれい。え、なぞれてね。いえ、なぞらせてくれよ。なんか再びやっつけたけど大丈夫そう？そんなことあるんやね。もう何よ、人のおしゃれにケチつけてばっかり。今度呼ばれても出てきてあげないんだからね。なんかちょっと昭和感があるんよね。あ、ちょっと悪いことしちゃったかな。しょうがないっす。え、昭和より前かもしれん。あの妖怪、おしゃれって思ってたのは自分だけだったみたいですし、取り憑かせたのは失敗だったわね。あ、そうだ、しおりちゃん元に戻ったかな。あ、戻ってる。私何のお店に入ってるの？ねえ、舞ちゃん。え？あんたが自分で入ったんでしょ？そうだっけ？だって私よくわかんな。っていうかダサいよ。私知らないよ。何あのセレクト？あれおばちゃん向けのだよ。もうしおりちゃんのことは私が徹底的に鍛えてあげる。でも入ってきてしまったもんな、もう。いや、あれはですね、シャレク夫人の仕業なんですけどね。でもあの妖怪がいいって言ったの、ウィスパーだったよね。そうでしたっけね。おしゃれする勇気なんかよりも、もうおしゃれにしちゃえばいいって言ったよね。ウィス。あそこでおしゃれする勇気だけにしとけばよかったかもね。全くでウィス。バッチリ解決なのか？解決してないけどな。まあでもシャレク夫人のあの自己肯定感の高いところはいいと思うけどね。かわいいバッチ。いいね。うわぁ。はずれ。そして、ほら。めっちゃ動いてるのよ。レンズ。多分長鼻。違う！なんていう名前だったっけ、君。なんとか小僧。違う。マネキン。全然違った。モノマネキンを見つけた。モノマネキンだ。どうも。マネキンです。マネキンなんです。
返事がない、ただのマネキンのようだって言葉で言えるわけよね。返事がない、ただの屍のようである。はい、とっくにバレてますよね。知ってました。レインボーリングを手に入れた。こういうの見つけたやつもさ、仲間になってくれたらいいのね、無条件で。結構自信あったんだけどな、マネキンの真似。マネキンの真似、これ可愛くない？普通に絶対金けど、こんなタイプこういうの着るタイプじゃないけど可愛くない？これいいんじゃない？しおりちゃん、あんたのセンスは私が徹底的に鍛え直してあげる。またいろいろ行くからね、かっこしなさい。で、あれ？あんたいたんだ。え、一緒に行動していたはずなんですけど私だってこんな服嫌だよ。なんで？まあ、シャレク夫人のせいなんだよ。